さあ、2006年のトリノオリンピック銀メダル、ステファン・ランビエール。今回は会場と一緒に冒険を楽しんでいくというショーナンバー、ダウン・ザ・ロード。振り付けはサロメ・ブルナーです。まあ、拍手を求めます。ことですね、キレがいいですね。ランビエールさんって言いますと、こうとてもクラシックな曲だったりとか、コンテンポラリーだったりオペラだったりというイメージがすごく強いんですけれども、こういったナンバー珍しいんですよね。お客さんを引き込んでいきます。そしてこのスピン、まだ行く。スピンナーのピッチの乗っているポイントが絶対ぶれないんですよね。まだ行く。いやー、大冒険でした、ステファン・ランビエール。結局のところ、どんなジャンルのものを滑ってもかっこいいっていうことですね。その技術の上に成り立つ素晴らしさですよね、はい、いろいろな世界観をランビエール風に全てこうマッチさせていくっていう、もう本当にどんなものをやらせても、この人は自分のものにしてフィギュアスケートと融合させた一つの作品をどんどんこう作り上げて、でランビエールさん自体も自身もこうどんどん進化していってる感じがしますね。素敵でした。